ちょい見せメイキング。新幹線に大人になってハマったきっかけは何ですか？名古屋にあるリニア鉄道博物館というところがありまして、はい、そこにあの新幹線の車両がこうゼロ系からずらっと並んでるんです ね。それを見た時にこの一つ一つ この顔の違い、うんがあるんですね、うん、そう、微妙な顔しないでください。いや車が車種によって顔が違うように、新幹線だったり鉄道も車両によって顔が違うという、うん、で新幹線は特にその人がこう早くするために先端をどんどん尖らせていって、こう空気抵抗を考えた作りになっていってるんですね、うん、それをこうゼロ系という一番最初のやつから見ていった時に、あ、こう人の努力がここに全て詰まっているんだっていうのを見た時に感動して、あ、新幹線が好きだなって思って。すげえ喋るじゃん。そんな喋るイメージなかったから。すげえ喋るじゃん新幹線について。隙間もなかったのよ、はい、新幹線並みにね。トークがね、女子かな、細身の方、どれ、あ、松井玲奈さん、意外なんだけど。意外。どうぞどうぞ。松井玲奈とガチ勢伝授、大人も楽しいプラレールをメイキング。プラレールもどんどん進化していったり、新しい車両がどんどんできているらしいので、大人になった今このプラレールの魅力を再発見していきたいなと思います。うわー、なんだこれ、すごい声が高くなったもんね今、はい、全力メイキング7月1日深夜0時50分。わー、すごい。